はい、私の147日目ですが、まあ特に畑は何もしてないです。やるやる言いながら何もやってない。茎ブロッコリーがね、定着してるところもあるけど、めっちゃ葉っぱ食われてます。何なんだろう、何なのかな。あ、よく見たら犯人が分かってしまった。やば、これ青虫が。そういうことか、めちゃくちゃ青虫がついてるじゃん。これか、俺の手が映ってしまうか。ー、なるほどね、なるほどね、それはよく見てないと。なるほどね、青虫が。こいつらはさ、この青虫たちはさ、今から帰ってどうするの。冬に向かってさ。あそこの茎ブロッコリーまだ生きてるけど、青虫いない、いないか、これはいないな。じゃあ完全に食われてます。あ、虫のいる時期にね、植えたらいかんね。虫がやっぱ 早く植えすぎると良くないですね。こっちのモロヘイヤは一個も食わないのに、茎ブロッコリーばっかりは青虫にやられておる。ということで、茎ブロッコリーよく見ると青虫、こっちの青虫すごいな。ここも青虫にめっちゃ食われてるな。何なんだこいつら、どっから来たんだ。よし、オッケーかな。チェックしとかないとまずいよ。うん、てな感じで結構ダメになってますが、うん、とか終わってほしい。あとは特に変わらずです。畑ナスもまあなんとなくできてるし、ピーマンもなんとなく取れてるっていう感じです。私の買いまいたところはもうちょっとしてからかな。ただなんか脇に植えたのは体調なんか芽が出始めましたね。植えてみるものだ。はい、てな感じで、私の147日目でした。